どんぐりFM。なんかなるみさん疲れてません？青森から帰ったばっかで。青森県って上の方のやつ？めっちゃ上の方のやつですね。上の方のやつってバカな発言。本州ではかなり上の方ですね。ああ、僕地理あんま分かんないんですよ。でも青森はなんとなく分かります。リンゴが有名ですね。はいはいはい、はい、うん。あとなんだろう。あとはね。ねぶた祭り。ねぶた祭り、そうそう。うん。なんか知り合いが、うん、青森県の弘前市に、うん、とてもハマってる人がいて。弘前市にハマってる。はい。はい。足が。え、うん、弘前市って、はい、弘前大学とか、はい、割といろんな大学とかいて、うん、若者が割と多いのかな。うん、知らなかった。そういうとこに都内からなんだろうインターネットの人を割とそっちに連れてって、ほういろんな授業をやってる人がいるんですよ、知り合いに。ほう、元リクルートの人なのかな。ほう、多分夏目さんかぶってないけど。ほうで、そういう人がいて、例えばハーチューさんとか、うん、デイリーポーターの林さんとか、うん、あとネイバーもための桜川さんとか、あと朽木さんとかね、いろんな人がその人呼ばれて行ってて、うん、で僕も今回も3回目ぐらいなんですけど、その弘前市に行ってまいりまして、で学生を相手に何回も喋ってきたんですけどね、そこに聞きに来てた一人が、うん、まあ、その子は学生じゃなくて社会人1年目ぐらいの若い女性なんですけど、はい、東京から来てて、どういうわけか会えばいいじゃん東京で、ね、なんか東京から来てて、はい、たまたま旅行かなんかで来てて聞きに来たんですけど、うん、どんぐり FM も聞いてますと。お、じゃあこれもマスク聞いてるかもかもしれないですね、はいはい、うん、びっくりしてね、はい、うん、と思って、東京から来てる、しかもどんぐり FM も聞いてるんですかみたいな、彼氏が大好きだみたいでね、どんぐり FM を。そうそうそう、嬉しい、うん、なるみさんの低音ボイスを生で聞けてよかったっていう感想をいただいて、うん、それ嬉しいです ね。これをね、もし、あ、うん、私だって思ったらこう、そうですね、ツイートしていただけるとこれ私ですってすごい面白かったっていうか、なかなかねどんぐり聞いてますっていう人はいないじゃないですか。そうなんですか。まあいるかな、いるのいないのかな、か青森ではいると思わなかったからね、まあ、青森ではあんまりないかもしれないですね、さすがにないだろうと思ったんで、はいはい、びっくりしました。へ、うん、何してくるんですか、喋ってくる。そうですね、なんか例えば記事はこう書くみたいな、記事っていうかね、こういう情報発信の仕事どこでもできるじゃないですか、うん、だからどこでもできるから平等だし、うん、最初はこういうことやればいいんじゃないかっていうふうに思いついて、うん、割とそういう人を呼んでんじゃないですかね、デイリーの人。主催は誰？その僕の知り合いの人、知り合いの人か、うん、へえ、 R25 とかやってた人なのかな昔、はいはい、うん、そうなんだ。で行ってきて、どうでした？うん、楽しかったですか？楽しかったですね、うん、学生ってやっぱすごいなと思って、その弘前、うん、大学の人たち、そうそう、メインは。そうですね、なんか自分学生の時に、うん、そういう学ぶ会に行こうなんて思わなかったっていうのをまず考えてみると、来てるだけですごいよなと思いましたね。でなんかすごいいろんな質問をしていただいてね、すごいいろいろ考えてんなっていうふうになんか恐縮しましたね、うんうん、なんかまあ僕らが学生の時とはこう情報の伝達速度が全然違うので、うん、そうっすよね。そうそう、だからどんどんフラットにはなってきますよね、うん、別に社会人だから知ってるとかじゃなく、う、ね、うん、とはいえね、地方だとなかなか情報も少ないかなと思うんですけど、まあでも、うん、そういう東京から行く人が増えるとね、いいなと思ってやってるやつなので、うんうんうん、面白そう。そうですね、そういう風な感じで地方に呼ばれていくのはとても楽しいなと思いましたね。いいですね、うん、ちなみに青森だとねぶたとねぷたがありまして。知ってますよ。どっちがどっちか知ってます？ねぶたが弘前、はい、ねぶたが、うん、そうじゃない方かな、青森とか、うん、なのかな、分かんない、うん、僕は答えを知りません。知らないんだ去年行った時、はい、ネプタに参加した気がするんですよね。はいはい、多分エラスエラーやりました。なんか弾きましたよ、こうやって。ほ、うん、ラスエラーで羽とやった。ん、ほら違うかも。違う方だったの。僕行ったことありますよ。行った時にうん、すごい、なんだろうな、
あの妖精さんみたいな格好をしてラッセーラーってピョン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 、あの鈴めっちゃつけてピョン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 して楽しかったですよ。違うやつに参加してますね。ほらピョン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 飛びます。ピョンピョン飛んでないっす。あら、うん、そっか違うやつか。それ楽しいですよ。いっぱいお酒飲んでピョン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 飲んで。はあ、じゃあ違う方だな。あとね、うんうん、面白かったのがクイズができる居酒屋みたいなの行ったんですよね。クイズができる居酒屋。はい、うん、ちょっと面白そう。あのね、居酒屋の中にステージがあるんですよ。そのステージがクイズ番組になってるんですよ、はいはい、ピンポンって押して答えるようなやつになってるの。それ行ってみたい。ステージがあって、で今からクイズ第1回開催しますってアナウンス流れて、パチパチパチ、各テーブルから行きたい人が参加するんですよね。あ、それ面白そう。5席やって、はい、でいきなりイントロクイズ始まるの。チャーって流れてきて、はい、バーンつって、はい、ミスターチルドレンつって、そうそうそう、何々つって当てるんですけど、最初いい大人が、はい、そんなクイズと上がって盛り上がるのみたいな、はい、冷ややかないつもの調子で僕は、はい、まあなんかゲスト的に行ったんで、はい、上がれよみたいな感じで上がったんですよね、はい、で最初1問2問やってるうちにもう本気で押してました、ね、気づいたらダーンって押してて優勝しました。それ何問ぐらいやるんですか。とね、何問も何問もあって、最初に3問正解したらその回優勝みたいな感じで、優勝者は写真を撮って缶バッジがなるんですよ。基本イントロ、イントロクイズもあるし、あと雑学クイズもあって、1853年に来た人はペリー正解ピンポンピンポンみたいな、うん、のあってね、結構盛り上がるんですよね。あ、それ面白そう。いい大人がちょっとお世話入ってるから本気で答えたりしてて、それ都内で欲しいですけどね。ないのかな。意外となさそうだね、そういうの、うん、確かに。いや、クイズってみんな好きなんだなっていうのを思いましたね。それ面白そう、うん、ちょっと広めのワタミみたいな、なんかああいうところでやったらちょっと盛り上がりそうですね。そうそう、うん、行っちゃう人いるかもしれないね。ちょっと興味ありますね、うん、探しましょう、クイズバーみたいなやつ。ありそう。しかもそれね、うん、人数が例えば5人席とかでもあんま意味ないんですよ、うんうん、ちょっとかっこつけたいから、はいはいはい、ちょっと人数がいる方がいいですね。そうですね、うん、あ、面白い。弘前にそういうあの18番っていうお店があって、はい、そこね超面白くて、うん、マジシャンもいるんですよね。ほう、手品師。うん、あの僕その日昼公演して、参加者に大学生がいたんですけど、夜その18番行ってみたら、その大学生がマジシャンとしてなんかショーやってて、はい、うわ君なのかと思って、はい、めっちゃマジック上手くて、はい、すげえおひねりもらってもう買ってましたけど、多彩な子がいるなと思って。すごい、うん、青森の弘前の18番、うん、ぜひ行ってみてほしいですね。クイズできるんで。確かに、うん、今度僕それついていきたいです。あ、ぜひぜひ紹介しますよ、なんか、うん、で18番行きたいです。行きましょう、うん、ぜひ向こうで公開収録しましょう。あ、ありですね、はい、すごい楽しいところですよ、弘前。